お猿の三宅は何もなくてもバナナを投げつけます。構成クイズ。何？今回は構成クイズをします。構成クイズ、まあ文章とか誤字脱字とかいろいろ直す人を構成って言うやんな。あ、はい、それのクイズ。あ、はい、ただしほんまの構成は誤字脱字演じっていうのが含まれてんねんけども、今回はそんなものは入れません。演じって何？演じ知らん。演じ、幼稚園に通ってる子なんて言う？演じな。それとは全く別ですよね。誤字脱字は分かるよな、はい、間違えてたり抜けてたり、はいはい、演じは脱字の逆でいらんもん入ってたりやつやな。はあ、なるほど。ただそんなんやってもおもんないやん。あれおもろい。俺は誤字脱字演じ見つけてもおもんないなって思ったから、今回は誤用のみです。おお、なるほど。全10問10問今までに動画にしたやつと、これ単体では動画にしにくいなってやつを集めました。はい、まあ私が文章を書いたんで、その中で誤用何個見つけれるか、はい、皆さんも一緒にやってね、何問正解したとかコメント欄に書いてください。あとちょっと高評価チャレンジ。おお、なんだ。久保田さんが8問以上正解したら高評価お願いします。責任が重い。制限時間は10分です。それでは久保さんのメールに送ったんで、やってください。おお、来て、構成クイズ。それをペーパーテストじゃなくて読みながら、はいここっていう風にやって10問やってください。んで、間違いじゃないのに間違いやって指摘した場合、どうしよう。おお、びっくりした。間違えてないのにここ誤用ですって指摘した場合は、はい、マイナス1点。おお、はい、結構だから8って厳しいな。うん、いけるかな。じゃあ、よーい、スタート。たけしさんは長考に入っている。俺とたけしさんとの将棋は毎年元旦の朝の恒例行事だ。開始時間はいつもの通り朝の9時。彼の年齢は確か32歳で、俺は若干20歳。江戸一回りも離れた俺たちのこの行事は、俺が子供の頃から続いている。たけしさんは悩み出すとタバコの本数が極端に増える。彼の性癖と言っていいだろう。彼の奥さんである翔子さんがお茶のおかわりを彼に渡した時、何やら彼女の口が動いた。きっと、あら、負けそうね、とでも言ったのだろう。しかし、その時、彼の表情から笑顔がこぼれた。直後、おもむろに彼の右手が動いた。その素早い動きと、彼の打った次の一手に、俺は驚いた。予想だにしない、最高の一手だったからだ。さあ、この問題が解けるかなと、言わんばかりに、彼の右手が駒から離れた。この難易度が高すぎる問題に、俺は頭を抱えた。と、同時に違和感を覚えた。こんな、神の一手とも言える手が、彼に思いつけるはずがない。きっと、翔子さんだ。翔子さんが、将棋アプリで、この状況における最高の一手を探し出し、その手をたけしさんに伝えたのだ。お茶を渡した時に。彼の愚行は、俺の逆鱗に触れた。が、その証拠はない。必死に次の一手を考えた。そして打った。その場しのぎの一手を打てただけでも御の字だろう。しかし、たけしさんの信頼を裏切る行動は、俺たちの絆を壊したことは確かだ。この恒例行事は、今年で終わりとなるだろう。はい。おお、はい、どうぞ。毎年、元旦の朝の、恒例行事、うん。元旦の朝は重複です。うん、正解です。よし、1ポイント1ポイント、よし。はいはい、どうぞ。俺は若干20歳、うんうんうん、若干でも20歳っていう意味。残念。あれ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 、若干は20歳の時にしかつかない言葉って教えたはずや。だから正解、20歳はつけていいんか。0点ガクあ、はいはい、江戸一回りも離れた俺たち、うんうん、江戸一回りは60歳だから、これ間違ってます。正解。よし、やっと1ポイントんー、これおかしい気するけどな。言ってみたら
言ってみよう。はい、はい、どうぞどうぞ、うん、彼の表情から笑顔がこぼれた。笑顔がこぼれたが、え、間違ってる。正解。よしこれ習ってないやつや。あ、はい、はい、直後、うん、おもむろに彼の右手が動いた、うん、その素早い動きって書いてあるから、うんうん、おもむろはゆっくりだから間違い。正解。よし、はい、はい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 、おめでとう。あ、あったあった、うん、この難易度が高すぎる問題どっちやねん。正解。よし、あと5つ。ここ違うの入ってそうやな。あ、はい、お、俺たちの絆を壊したこと、絆はいい意味ではないから壊れてもいいんじゃないから間違い。正解。よし、え、あと4つ、うん、4つもある。これ4つともな、習ってへんやつよ。おぉ、じゃあ違和感があったとこや。あー、このどれやろ。多分ここにありそうやねん。5分経過。おまけが、はい、はい、どうぞ。彼の愚行は俺の逆鱗に触れたの、多分逆鱗に触れたは悪い意味ではない。悪い意味ではないとかじゃなくて、単に誤用。正解。 ありがとうございます。あ、違うんや、違うんや。へえ、自分で言っといてなんやけど、へえ。ここ怪しいんやけどな。習ってないんですよね、あとの3つね。うんうん、習ってなくても日本人なら分かりそうやけどな。性癖、うん、いいやろ、これ合ってる合ってる。彼の奥さん、うん、奥さんやで、彼のやからね、奥さんや。いや、残り3分なんで、はい、ヒント出すと、はい、第1ブロック、もう一つあります。もう一つ、ほんで、もう一個はこの文章で何個も出てくる誤りです。へぇ。で、もう一個が一番最後のブロックになります。はい、もうほぼもう答えやんな。怪しいのはこれ、まずこれ、さあ、マイナスいくか。はい、はい、どうぞ。御の字だろう、うん、ご用。どういうこと、どういうこと、どういうこと。御の字がポジティブな意味じゃない。じゃあマイナスにしようかな。ね、御の字が褒め言葉じゃない。褒め言葉、褒め言葉では使ってないよ、これ。いいことではない。あ、マイナスにしようかな。あ、合ってるっぽいな、合ってるっぽいな。御の字が違うんや。御の字はどういう意味や、これ。御の字がなんや、もらったからなんや。いらんわ。まあ、ええわ。正解にしとこう。ありがとうございます。まあ、ご用やってことな。はい。はい、違うんやね。残り1分です。開始時間。恒例行事。もう残り10秒やから。あ、もう間違えてもええよ。どんどん行った方がええよ。10秒前。9。はい。はい。神の一手とも言える手。手が2つ。8、7、6、5、4。はいはい、翔子さんが、うん、奥さんがでいいやん。奥さんである翔子さん、奥さんでいいやん。3、2、1。それは終了。もう残念、高評価チャレンジ失敗ということで、高評価は残念ながらもらえませんでした。はい、久保田さんのせいで。すいません。答え合わせいきます。はい、最初の元旦の朝は重複表現ということで正解。はい、次間違えてんのがここ。開始時間はいつもの通り朝の9時って書いてんねんけども、うん、開始時間じゃなくて開始時刻でしょ。あかんの？当たり前、時刻と時間って全然意味違うやん。わかんねえよ。時間は字の間やん、間やん。時間やから字の間でしょ。時刻はその時刻でしょ。お前や。あー、うそ。こんなんはちょっと習ってなくてもまさか動画にするほどのものでもないなと思ってこれ出してんけども、開始時間っていう書いてあったりする。次、この若干20歳は OK、はい、このままで OK。絵と一回りも離れたって以前にやったけどね、絵とは一回り60年ですから、この性癖ってやったけども、この性癖は大手だと、はい、これも奥さんってね、さっき言ったけども、主人公である男が言うてんねんから奥さんで大手だと、はい、で続いて、これ正解すごかったね、習ってへんけども、表情から笑顔がこぼれた、はい、笑みがこぼれたが正解やね。
笑顔はこぼれない。あ、そうか、そうか、そうですね。次、おもむろに彼の右手が動いたってあるけども、その後に素早い動きって書いてるんで、おもむろはゆっくりっていう意味だったんでね、素早い動きは間違いです。はい。で、難易度やね、はい、これも難度が高すぎるが正解。はい。同時に違和感も覚えたともなんか引っ掛けやねんけども、これは合うてると。よかったよかった、うん。彼の愚行は俺の逆鱗に触れた。この逆鱗に触れるっていうのは、下の者が上の人を怒らすときに使う言葉なんで、下の人の逆鱗に触れることはないのよ。なるほど。龍の鱗でしょ、はい、龍って自分より下じゃないでしょ。そうですね、上の方でしょ多分。偉大な存在ですね、うん。はい。で、次の御の字、はい、これ今一手打てただけでも御の字だろうって言って、まあまあ妥協しようかの時に使ってるけども、うん、御の字っていうのはめちゃめちゃありがたい時に使う言葉です。あ、そうか、うん。だからまあまあ御の字やなっていうのは、この言い方自体がちょっとおかしいね。あと絆、はい、これはね習ったけども、動物をつなぐ紐の綱のことやからね。で、あと1個、1個、はい、これはもうこの文章をずっと一貫して、彼の打った一手とか打ったって出てくるんだけども、はい、将棋は指すもんです。はい。打つもんじゃありません。打つのは囲碁です。あー、そうか。ということで、まあ結構何個も答えられへんかったあんたね。わかりました。特になんかもう習ったものを答えられへんとか、もう俺の逆鱗に触れたな。